アントン・コッポラはアメリカ合衆国の指揮者、作曲家。本名はアントニオ。映画監督のフランシス・コッポラは老い、女優のタリア・シャイアは名である。8歳でメトロポリタン歌劇場児童が商談に入団して音楽活動に入る。第二次世界大戦中は軍楽隊のバンドマスターやミュージックホールの指揮者を務め、マンハッタン音楽学校の還元楽科とオペラ科の 監督を務めた。同音楽学校作曲家より、1964年に学士号を、1965年に修士号を取得した。後に、タンパ大学やコネチカット州、キニピアック大学から名誉博士号を授与されている。1965年にニューヨークシティ歌劇場でデビューして、ジャック・ビーソンの歌劇、リジー・ボーデンの世界初演を指揮したのに続いて、 カルメンや、椿姫、セビリアの理髪師、蝶々夫人を同年中に指揮した。リジー・ボーデンは録音も残している。1970年には、シアトル歌劇場において、カーライル・フロイドのネズミと人間の世界初演を実現させた。作曲家としては、バイオリン競奏曲と公共曲を中心に、ゴッド・ファーザー・パート3のほか、ドラキュラの映画音楽も監督した。 1950年代から1960年代にかけて6回ブロードウェイのミュージカルシアターの音楽監督を務めており、絹の靴下やブラボージョバンニなどを担当した。指揮者としては1996年にタンパ歌劇場を設立して学長を務めるほか、ソプラノ歌手のアンジェラ・ゲオルギュルとの共演により、プッチーニ作品の録音を発表した。2001年にはオペラ、 サッコとバンゼッティを初演し、2004年には、ゲオルギューのアリアアルバムで、ミラノ・ジュゼッペ・ベルギ公共楽団を指揮するなど、2012年に引退するまで、精力的に活動した。私生活では、バレリーナのマリオン・ジェーン・ミラーと結婚して、一人娘のスーザン・マリオンを設けるも離婚した。後に、またしてもバレリーナのアルマリンダ・ドラーゴと再婚して、娘ルシアと、息子、ブルーノを設けた。 5人の孫と2人の彦に恵まれた2020年3月9日ニューヨークマンハッタンの自宅で死去102歳没ありがとうございます